以上が茨城ロボッツのスターティングファイブです。現在東区3位、プレーオフまで。さあトロスリーにゴールした。ワンオンワンから、あっとこれはエアボールになった。しかし平尾の前が空いている。スリーポイントを狙うが、ここはエグーのビッグマンながら非常にいいディフェンスを見せました。そしてパスが回っている。さあ最後はこれは今野と小林のワンオンワン。おお入った。平尾のスリーポイント、まずは1本来ました。さあ岡田に対して小林、おっとタップスポットがスチール。そしておーとゴール下、決めました。さあこれで逆転。外に出す、あ前走っているがパス通るか。このボールは、あールーズボール取ったのはロボッツ。そして鶴巻の前が空いたところ、レイアップ。しかしショットクロックは残り5秒、5秒の中シュート打てるか。残りが3秒2秒、フローターできた。ここは冷静さを見せました。やはり背番号8今野が入ってきていますね。アースの東京 Z、 そしてバロン、バロンが攻めていく。ステップを使ってゴールした。強さを見せました。さあその福田に対しては、うわ下岡が非常に激しいディフェンス。ここはスクリーンをうまく使って、うわ今日も残りが5秒になる。シュートを打てるか平尾、シュートで終われるか。ゴールした。トラスリーでは来た、浮かびた。やはりここ前を開けるとすぐに打ってきます。そしてマースチールからタップスコット、自ら行くのか、行くのか、行った。ファールもらった。バスケットカウント、バロンのファールをもらいました。このバスディフェンス、さあリバウンドバロンが取って、またバロンが行くのか、行くのか、行った。自ら行きます。いやバロンもね、リバウンド前開けると危険ですよね。おークザワのタフショットが決まりました。今日はね、なかなかスリーポイント確率が上がってきません。さあタップスコットが自ら来る。さあタップスコット、福沢、あ前が空いていた、決まった。これで30得点、確率が、まあ、前節までで 38.3%。 そして高木から、シュートあるか、高木、スリーを打たない、ドライブでいくが、空想が、ディエス、あーっと、タフショット、栗原、ミドルシュート、落ちる、リバウンドを取ったロボッツ、さあ、そしてこれで試合終了、94対68。